皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、霊夢、世界で一番速い旅客機ってなんだか知っているか？もちろんよ。コンコルドでしょ？そう、この名前を聞いたことがある人は多いと思う。その独特のフォルム、音速を超える世界最速の旅客機であるということから、未だに多くのファンを持つコンコルド。今回はその唯一の死亡事故となってしまった、エールフランス4590便墜落事故についてお話ししていきたいと思うぜ。今回の解説は2部構成でお送りする予定となってるわ。このパートでは、コンコルドという飛行機について説明して、次回のパートでは事故及び原因の解説をさせていただく予定よ。それでは早速、コンコルドという飛行機についてお話ししていくぜ。コンコルドは1960年代にイギリスとフランスにより、共同開発され、1969年3月2日に初飛行した。コンコルド最大の特徴は何といってもその巡航スピードだ。実際のところどのくらい速かったの？なんとなんと、最速でマッハ2を超えるスピードを出すことができた。マッハ 2？ 単純計算で音速の2倍じゃない？一般的な旅客機がマッハ 0.8 程度で飛行することを考えると、その速さは明らかだな。このことからコンコルドは超音速旅客機と位置づけられ、他の旅客機に例を見ない、まさにオンリーワンの存在だったってわけだ。しかも巡航高度はなんと、高度6万フィートにも達し、普通の飛行機が3万から4万フィート程度で巡航することを考えると、はるかに高高度を飛行していた。何のためにそんな高い高度を飛ぶのかしら？理由は単純で、高高度になるほど空気は薄くなり、空気抵抗が小さくなることから、高高度において、超音速飛行が実現できた。そんなコンコルドだったが、他にも紹介したい特徴が何点かあるんだ。まず一つ目は何と言っても、その特徴的な外観にある。確かに普通の飛行機とは違うところが何点もあるわね。ああそうだろう、気づいたところを挙げてみてくれ。まず気づいたのは、丸いエンジンが主翼にぶら下がってないわね。通常の旅客機は主翼にくっついてると思うんだけど、どこか別の場所に設置されてたのかしら？ああ、それもそのはず。コンコルドに装備されていたエンジンはなんと、アフターバーナー付きのものだったからな。普通のエンジンとはわけが違ったぜ。アフターバーナー？アフターバーナーとは、ジェットエンジンからの排気に対して燃料を噴射し、排気ガスを再燃焼させて、ものすごい水力を発生させるエンジンのことだ。コンコルドは超音速飛行を実現するために、この半端ない水力を発生させるエンジンを搭載していたんだ。ちなみにエンジンはこの辺りに設置されていたぜ。なるほどね、そのものすごいエンジンを使って、マッハにまで加速したのね。他にも気づいたことはないか？お顔が針みたいに尖っているわね。そうだな、確かにジャンボジェットなんかは、こんな感じで丸っこい形をしているから、それに比べたら尖った形状をしている。これは空気抵抗をなるべく小さくするためだな。そしてこの機種には、面白い特徴が隠れているんだ。どんな特徴かしら？なんと、離着陸時には前方の視界を確保するため、こんな感じで下に折れ曲がるんだ。確かによく見ると、機種が折れ曲がっているように見えるわね。実はコンコルドには、フラップと呼ばれる機構が存在しない。フラップ？フラップは日本語で言うと、揚力発生装置という、離着陸時は基本的に低速状態になるから、巡航中に比べて揚力が小さくなり、失速してしまう危険性が高くなってしまうんだ。低速飛行の状態でも、安全に飛行するために、主翼にはフラップと呼ばれる装置が存在する。飛行機で窓側に座ったことがある人は、離着陸時にウィーン、という音を発しながら、主翼が動いている様子を見たことがあるかもしれないけど、その時動いているのがフラップよね。そしてコンコルドはご覧の通り、三角翼という、特殊な構造をした主翼だったから、フラップを装備していないんだ。そのため、離着陸時は鋭角を大きく取り、機種を上に向けながら着陸侵入をする必要があった。そうすると、この細長い機種がパイロットの視界を遮ってしまうという問題があったんだ。そこで機種を下に折り曲げるようにして、前方の視界を確保するという方法が取られたってわけだ。現代の飛行機にはない、面白い機能ね。最近の旅客機は、変な話、コンコルドみたいな特殊性はあまりないからな。そしてコンコルドは写真からわかるように、すんごい細い旅客機だったんだ。確かに写真からも、相当胴体が細いような印象があるわね。ああ、そうだろう。コンコルドの定員は100名。比較的小型機とされるボーイング737型機ですら、180人程度の乗員数だったから、それを考えると一度に運べる旅客数は相当少なかった。ほぼ半分じゃない？それ、採算取れたのかしら？その定員の少なさから、コンコルドに乗るためのチケット代はかなり高額だったそうだ。
なんと、現在の価値で100万円以上したチケットもあったそうだから、私たちみたいな庶民がそうそう気軽に乗れる代物ではなかったぜ。そんなコンコルドだったが、初飛行を終え、やがてエールフランス及びブリティッシュエアウェイズの2社により、運航が開始されたんだが、残念ながらそれ以外の航空会社が運用に乗り出すことはなかった。イギリスとフランスは開発国だから、当たり前だけど、他の国々は買うことができなかったの？買うことができなかったわけではない。実際、いくつもの航空会社が運航させることに前向きだったが、あまりにもその障壁が高すぎたんだ。まず第一の理由は、離着陸に通常よりも長い滑走路を必要としたこと。そのため、コンコルドを受け入れられる空港は限られていたっていうのが、理由の一つだ。そしてさっき話した通り、この飛行機はアフターバーナー付きのすっごいエンジンを搭載していたから、その騒音も相当なものだったらしい。それらの点から、就航できる空港は非常に限られたものとなってしまった。そりゃそんなエンジンを積んでたら、騒音問題は大きな課題になるわよね。次に、マッハ2以上の速度で飛ぶことから、いくら高高度を飛んでいたとしても、燃費の悪さを無視することはできなかった。超音速といえば聞こえはいいが、その状態で長時間飛行することはできず、当時需要の高まっていた極東路線に、欧州から途中給油なしで就航させることができなかったそうだ。超音速飛行が可能という、ロマンあふれる飛行機だったのに、あまりにも燃費が悪すぎたわね。現代の飛行機はいかにして低燃費で飛ばすかっていうことが競争の大きな争点になっているから。現在の航空機産業とは、180度真逆のコンセプトで開発されたってことになる。そりゃまあ、低燃費に越したことはないもんね。そして、最大の問題は、さっきもちらっと話したが、定員が100名程度と非常に少ないため、運賃が異常に高額となり、航空会社は大した収益を上げることができなかった。加えて、当時の航空業界の潮流として、安価で大量輸送が可能な機体を、航空会社各社は求めていたため、定員数が非常に少ないコンコルドの導入に対して慎重になる会社が多かったみたいだ。確かに、さっきからの説明で、コンコルドがいかに特殊な旅客機だったかってことはよくわかったけど、こんなに癖のある旅客機を扱いこなせる航空会社なんて、そうそうあるもんじゃないわよね。その通り。こういった事情から、イギリス、フランスをはじめとする各国の技術の末を結集して開発されたコンコルド。進んだ科学技術をアピールすることはできたが、商売的には大失敗。いわゆる、大損、してしまったわけだ。あらら、結果的に大赤字になっちゃったのね。開発にはもちろん、多額の資金が投入されていたんだが、これらの点により、当時の関係者は、これ、採算取れなくて赤字になるんじゃね？となんとなく察していたが、それまでに投入した資金や開発に要した時間などから、一旦着手した開発を今更やめることはできなかったんだ。あ、それ聞いたことあるわ。コンコルド効果っていうやつね。その通りだ。最近だと、ソシャゲのガチャなんかでよく陥る心理状態だって言ってたわ。何万円突っ込んだんだから、そろそろ当たりが引けるはずだ。っていう根拠のない自信みたいな。心当たりが。とにかくそんなコンコルドだったが、ロマンあふれる超音速旅客機ということもあり、1976年の就航から、小さなトラブルは散見されたものの、大きな事故も起こさず、順調に運航されていたんだ。あら、それはすごいじゃない。死亡事故は一件も起こさなかったの？残念ながらこの動画の冒頭を思い出してくれ。コンコルドは2000年、最初で最後の墜落事故を起こしてしまった。この事故が、そんなコンコルドにとどめを刺す結果となった。ひえ？一件の事故でそこまでのことになるなんて、もともと、収益率の高い飛行機でもなかったからな、その事故が退役に拍車をかけた感じだぜ。後編の動画では、その事故に関する説明と、事故原因について解説していくぜ。続きが気になるところで次回だなんて、腕を上げたわね、マリサ。ふふん、そうだろう。そして次回は、多分尺が足りなくなるから、今回させてほしい。ゆっくり空港紹介のコーナーだぜ。さてさて、今回紹介するのは関西国際空港よ。この空港もほとんどの方が知っているんじゃないかな。関空は日本の滑走路を有しており、2機島にある、06レフト、24ライトは、4000メートルの長さを誇り、成田空港の A 滑走路と並んで国内最長を誇るぜ。そしてなんと、開港翌日にはさっき話したコンコルドがはるばる飛来してきたわ。その時の動画が YouTube に残っているから、概要欄に貼っておくわね。さて、今回の関空で私が特に紹介したいのは、関空展望ホールスカイビューだ。この建物内には航空グッズを扱っているショップがあったり、展望デッキ、喫茶店なんかも入っているから、ご家族で行っても絶対に楽しめるスポットとなっているぜ。
展望デッキから見える飛行機はもう格別よ。特にランウェイ2フォーレフトに着陸してくる飛行機が見れたらラッキー。成田空港のエイラン、ワンシックスライトに降りてくる旅客機たちに負けない迫力ある着陸を見ることができるわ。夏は2フォーレフトから離陸する飛行機のうなるエンジン音を楽しめるし、冬はゼロシックスライトから離陸する飛行機が頭上を飛んでいくから、なかなか迫力のある光景が見られるぜ。関西圏に住んでいる方はぜひとも足を運んでみてほしい。そしてお腹が空いたら、併設されているレストラン、レジェンド・オブ・コンコルドでの食事を楽しむことができるわよ。飛行機を観察しながら、機内食を体験することができる。ちょっとお値段は張るが、味は保証するぜ。そんな話をしていたらお腹空いてきたわね。みんな忘れているかもしれないが私たちは今北海道に旅行に来ていてだな。そうだ、札幌ラーメンでも食べに行こうぜ。あ、いいわね、行きましょう行きましょう。それでは今回の動画はここまで。次回はコンコルド墜落事故の後編をお届けする予定だ。それではご視聴。ありがとうございました。